あとネギエビ天。蕎麦を自分でちょっと一から作ろうかなとも思ったんですけど、さすがにちょっと時間かかりすぎるかなと思ったんで買ってきました。ネギだくだ。うわ。えい。しゃあ。おお、できたぞ。酒取ってきました。では今年1年ありがとうございました。いただきます。うん、うめえ。あ、最近思うんですけど、やっぱ1年経つのめちゃめちゃ早いっすね。まあ、せっかくなんでこのチャンネル今年どんな動画上げたかちょっと振り返ろうかなって思います。今年の初めに僕コロナかかっちゃったんですよね。療養生活みたいな、ホテル療養みたいなのしてたんですけど、結構僕の場合はもう喉が結構しんどくなっちゃってなかなかに大変だったんですけど、あとは猫カフェと犬カフェも行ったんですけど、僕なんかやたら犬に僕だけ無視されてしまって、犬再教育しないといけないなって思いましたね。今年は京都に旅行に行きました。美味しいうどんとか鴨料理とか美味しいのをたくさん食べてきました。あとライブに結構行きました。ヨルシカ、オレンジスター、あと陣屋開始。今年はまあそんな感じで結構ライブに行きましたね。あと自分の制作の方で言うと、音楽劇っていうのを夏ぐらいに公開して、その作曲、編曲、脚本、芝居、歌などもろもろ、まあ、全部一人で、もう僕一人なんで一人でやるしかないんで、音楽劇っていうのを出して夏ぐらいに、まあそれが一つの区切りになって、で今自分の作品の方が第2期に入ってて、それが俳優 S の独白っていう作品なんですけど、なんていうか結構まがまがしい作品っていうか、役者の葛藤みたいなものを、音楽作品として展開するみたいな、まあ、人間の奥底にある妬みとか羨望とか劣等感とか、まあそういうのをなるだけこう自分の経験をもとにしながらリアルに描いていけたらなというところで、まあ、自分でこう脚本書いて、それに自分で芝居をつけて、それを音楽作品、シリーズものの音楽作品としてリリースするっていう、まあその俳優 S の独白に関しては、まあ、これから何年かかけて完結まで仕上げていければなって思います。まあ、よかったらそちらの方もよろしくお願いします。最後に納得いかないことがあって、それ今年の流行語なんですけど、トップ10が、キーユ、キツネダンス、国葬儀、宗教2世、知らんけど、スマホショルダー、手前取り、ヤクルト1000、悪い円安、年間大賞、村神様。ヤクルトの村上選手の活躍なんですけど、まあ、それはもちろん相当すごいんですけど、より、これよりも、もっと世間を騒がせた、入れるべきワードってのが抜けてて、俺これに最後物申して2022年を締めたいなって思うんですけど、じゃあその村上様よりもより世間の話題をかさらった、まあ、これこそが真の流行語大賞なんじゃないかっていうのを発表して最後終わりたいと思います。まあ、これ聞いたら多分ほとんどの人がもう納得すると思います。あ、そりゃそうだよねと。最後に僕がその真の2022年の流行語を発表して終わろうかなと思います。僕が考える2022年真の流行語大賞はですね、ティアラを舐めるな。